とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンは22回、しかもかなり楽勝っていうことで、高速周回が可能です。15分クリアを目指していきましょう。今回はね、周回のチャンスです。こんなに簡単なところは、そうそうないかな。ああ、まあまあたまに来るんだろうけどね。よし、OK。ちょっと向こう側を倒しそびれてる。あっち側にね、当たったかと思ったんだけども当たってなかった。はい、1回クリアです。次行きましょう。スケールメールを取っていきます。で、エンチャントのクールダウンを入れるんですけども、まあ、まだアーティファクト持ってないので、すぐすぐに入れなくても大丈夫です。OK。で、ここはまず、スイッチから押してあげるといいですね。時間短縮になるので、最初にスイッチを押してあげて、先に進んであげるといいです。はい。2回クリアです。ここでサイスを取っていってください。サイスですね。でエンチャント、入れていきましょう。サイスにエーリか毒の雲、どっちでもいいです。入れてください。サイスがあればここは超余裕だと思います。サイスやっぱ強いもんね。もう一発でギッタギッタにできるんでいい感じです。では3回終了で、3回で種取っていきます。まあ足止めもできるし、ダメージも与えれるのでいいです。でエンチャントでクールダウンですね、入れちゃってください。 OK。 クールダウン1入ってるので結構種が使えるようになっていい感じです。 OK。 はい、あ、まだか。もう終わりかと思った。よし、4回クリア。もうどんどん行きましょう。パワーシェイカー取っていきます。でここだけがね若干難しいかなっていうところです。ネクロマンサーが出るのでこいつだけ注意してください。あとはもうなんてことないです。もうネクロマンサーだけが、要注意。 OK。 でもパワーシェイカーあればね全然倒せるとは思います。んでもう1体ネクロマンサーが出てきますので倒していきましょう。ほんとね、このネクロマンサーさえなんとかなれば全然余裕な場所なので大丈夫でしょう。あと2体いたか。OK。まあ問題ありませんね。よし。はい。では次に行きます。両刃斧の取ってください。で、エンチャントで、吸血と火属性11ですね。で、クールダウンを成長させていきましょう。OK。で、種はどんどん使っていってください。あとパワーシェイカーもね。多分ないとちょっときついのかもしれない。アーティファクトが。いつもアーティファクトありでいってるんで、すごい楽勝だけども、なかったら、まあ、ちょっと難しいのかな。いや、そんなことないか。で、ここでドラでーす。どんどん行きましょう。でいつもはこれを結構難しい、難しいというか敵が多めには出てくるんですけども、今シーズンのここはそんなに出てきません。楽勝です。 OK。 よし、あ、なんでそっちに打つの。 OK。
ください。もう少し。で、向こうでおしまいですね。はい。まあ、いらんわ。いらんいらん。取る時間もちょっともったいない。そんなにね、矢使いませんもんね、今回は。ここで、魂の棒、取っていってください。別に強いってわけじゃないけども、ソウルを貯めるためですね。まあ、そんな貯める必要もないんですけども、まあ、一応持っていってます。で、ここで、スケールを上げるんですけども、クールダウンを3まで入れてからスケールを上げてください。何がついた？影の爆発別にいらない。はい、次。もうなんか意外に、ね、敵が湧くんだよね。OK。敵が意外と湧きますけども、まあまあ大したことはありません。どんどん倒していきましょう。OK、いいね。こいつまで、こいつまでやりたかった。よし。終わりかな。楽勝です。9回クリア。んで、9回で星夜取っていきましょう。で、星夜にガーストとリフレッシュですね。入れてください。よし。まあ、とりあえずのところ、この武器があれば、全然余裕で進んでいけると思います。あ、ミスった。まあいいや。食らっていいや。よし。よし。雑魚はね、種で一撃で倒せるんで、余裕だと思いますけど。終わり。んで、ここで、バージーネストと、種を変えていってください。この辺りから種で一撃で倒せなくなりますんで、蜂を打っていくとお得です。よし、いいかな。もうね、なんかね、敵がゆっくり湧くのでちょっと面倒なんですよね。できることならもう一気に湧いてほしいんだけど、まあ、そうもいかないっていう感じですかね。はい、11回終了。次に行きまーす。で、11回は何もいりません。で、12回、ここも余裕ですね。特に問題はありません。よし。ほんと今回ね、余裕。多分クリアできない人はいないぐらい、楽勝でしょう。まあ、どれだけ早くクリアするかだよね、今回はね。だと思います。何もいりません、12回。で、ボスでーす。あ、別にエンチャント何も入れなくていいです。ドラガーを使って、パワーシェイカーでガシガシといけば、速攻で倒せるので、大丈夫です。ゴリ押ししてください。13回報酬、もう虚無の弓を持っていってください。ソウルはこれぐらいあれば十分です。で、虚無弓がないと、このパワー承認でパワーが上がりきれないので、若干低くなると。100になるかな。まあ、102にするために一応持っていくっていう感じです。まあ、別に使うことはないんですけどね。はい。じゃあ次。よっしゃ。こっちで、ちょっと倒した後に、蜂を、持ち上げて、パッと切ると、という感じですかね。OK。んで、あ、固まった。はい、まだいた。15回終了。
15回でパワーシェイカーですねを新しくしてあげてください。でスイッチを押しに行くんですけども、まずここに鉢を置いてあげてください。そうするとちょっといい感じになると思います。であまり欲張らないように行きましょう。たまに落ちちゃうからね、欲張らないように。 OK。 で鉢置いてると、まあある程度片付けてくれます。まあまあある程度ね。オッケー、いい感じ。はいはいはい、終わり。あ、まだかい。はい、16回おしまいです。亀の防具に変えていきます。うん、まあそのままでも全然いけますよ。全然いけるんだけども、まあ一応変えていっていいと思います。エンチャント別に入れなくていいです。うん、まあ心配だったら武器をパワーアップさせていきましょう。うん、まあまあパワーアップさせるほどでもない、本当に余裕すぎて。うん、1で十分。よっしゃあ、おお、いったか、倒した？あ、OK。17回終了。どんどんいきます。ここでバーストクロスボウですね。ここでようやく、攻撃的な弓と出会います。まあ一応エンチャントで、ボーナスショットとマルチショット2入れておいてください。あとは別にいりません。 OK。 ノー。ここもね、若干敵は多めには出るんだけども、まあ、問題はありませんね。ああ、よし、OK。 うん、終わりだね。はい、18回終了。何もいりません。でボス、ボスは、ゴリ押しです。ドラ使ってパワーシェイカーでゴリ押し。 OK、 OK。 はい、終わり。19回終了。何もいりません。よし。でここもまあまあ特に問題はないかな。一応エンチャンターを早めに倒せばいいっていうぐらいですね。うん、本当にね問題ない。よし、 OK。 終わりかな。結構今回矢が出てるね。まあ取りはしなかったけど終わり。20回終了です。でここで雷の杖持っていってください。バジーネストと交換です。まあボス用ですね。うん、貯めたソウルはこれに使うっていう感じです。まあボスでも使っていいし、まあここでね数発打ち込んでも、全然構いません。 OK。 痛い痛い痛い、ゴリ押ししていきましょう。はい、いいんじゃないですか。よし、終わりかな。ほんと今回矢が出るな、やたら矢が出る。はい、でここで防具変えます。ムストですね。でボスに入る前に、エンチャント入れていきましょう。ソウルフォーカスですね。あとは何もいりません。まあ入れるとしたらマルチショットぐらいですかね。で出てきたらもうアーティファクト全部使って、ゴリ押しです。 OK、 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 はい、終わり。22回クリア。はい、まあ15分以内でいければいいんじゃないですか。うん、
まあ13分台になればなかなかいいと思うんですけど。いらん、いらん。まあ2だったらよかったな、せめて1はね 50% なんで。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。